はい、こんにちは。今崎です。よろしくお願いします。さあ、今回は、等比数列の極限、一般項の極限についていきたいです。もちろん一般項の極限なんだけど、等比数列と極限、等比数列の一般項の極限についてのお話をしたいと思います。なんでそんな等比数列の一般項って強調してるかというと、いずれやる和の極限で、等比数列の無限項の和が出てくるんですね。なので、今やっているのは一般項の話。第 N 項目の極限だということを忘れないようにしましょう。いずれ和の極限を話した時にももう一回おさらいしますんでご安心を。では行きましょう。等比数列と極限。はい、こちら、数列、無限数列がこのようにあるとします。そしてこれが等比数列だとすれば、ね、例えば項比を R とすると、次のに行くのに R をかけてますよね。次のに行くのに R をかけています。はい、ずーっとかけ続けて、はい。R を何回かけるんだっけ ?R をかけるのは N-1 回。つまり、この一般項 AN というのは、こちら。AR の N-1 乗だったね。はい。で、これはもちろん、等比数列の一般項なんで、数列の単元ではやっているよね。で、今考えたいのは何かというと、この AR N-1 乗。これですよね。これが収束する条件というのを考えます。はい。例えば、2、4、8、16、32点々、こういう等比数列だったらもちろん正の無限大に発散しそうですよね。逆に、1、2分の1、4分の1、8分の1、16分の1のように、項比が2分の1の等比数列はどんどん0に収束しそうですよね。あ、思い出してください。R の N 乗の極限っていうのを前にやったね。これ。R の N 乗単体のものですね。これについて、ほら。R の N 乗の極限は、マイナス1より大きく、この時に収束でしたよね。はい。で、ほら、一般項 AN の収束だから、これこちらに書くと、要するに、リミット N を無限に持っていった AR の N-1 乗、これの収束を考えるわけです。で、A に A がかかっていて、その後に R の N-1 乗がいるわけだから、R の N-1 乗ってこれ、N が1個ぐらい減ったって、R の N 乗の極限と同じだよね。だから、この部分が収束する。R の N-1 乗の部分がこの範囲の時収束する。ってことが、まあ、収束条件の一つになっています。同時に、例えば、諸項が0だったらどうなる ?0 だったら何かけたってずっと0って値に収束するよね。ということは、諸項が0、または、この後ろの部分がこの条件、R がマイナス1より大きく1以下の時に収束するんだ。ってことがわかります。まとめましょう。はい、ドン出ました。はい。諸項A、項比 R の等比数列 AN が収束するための条件は、はい。A が0だったね。または R の N 乗、N-1 乗でも同じの収束条件。こうだったね。はい。これが等比数列の一般項の収束条件です。忘れないように。では、例題を2問ほど解いてみましょう。はい、これが例の一つ目です。いきましょう。こちら。一般項 AN イコール x-1×x-2 の n-1 乗の数列 AN が。これ思いっきり等比数列だよね。AR の n-1 乗の形をしているじゃない。AR だよね。なので、この無限等比数列が一般項が収束するための x の値の範囲を求めようだからやっぱりこれ使おうか。はい、だいぶ端折って書きましたけど、このまま行きましょう。はい。こうですね。これ、まあ今言った通り、諸項と項比というのを分かるようにしておきましょう。これが諸項です。はい。これが項比です。AR の N-1 乗です。ということですね。はい。ということで、この数列 AN な。これが収束するための条件。はい。この収束するための条件は、まんまこれをやってあげればいい。A が0または R がマイナス1から1。A だから、x-1 イコール0。または、R がマイナス1より多く1以下、イコール忘れないでね。はい。R に当たるのが x10-2 だから。はい。ということになってまいります。はい。寄っていきましょう。はい。こちらなんですが、x-1 イコール0は x イコール1ってことです。はい、これまたは、なんですが、気をつけてね、これね。気をつけなければいけないのは、こちら側とこちら側。こちら側とこちら側が勝つっていうことです。つまり、マイナス1よりこれが大きい。かつ、こちら、x 事乗引く2が1以下。はい、こういうことですよね。つまり、これかつ、つまりここの部分ね。かつ、この部分。ということになってきますんで、気をつけましょう。では、こちら、丸1としましょう。そして、丸1を置いといて、これを丸2としましょう。で、これを丸3としましょう。で、丸2かつ丸3。厳しい方の条件について調べます。はい、こちら、写し直しました。x イコール1またはこれかつこれ。この厳しい方をやるって言ったね。丸2についていきましょう。丸2については、x 事乗引く1が0より大きい。はい、という風になりますよね。はい、これ因数分解すると、x たす1、x 引く1。これが0より大きいので、x はマイナス1より小。または1より大ですね。これ丸2ダッシュしましょう。はい、丸2を解きました。次、丸3です。丸3について。はい、これは x 事乗引く3。これが0以下ですね。いいかな？これ左にね、移行してあげました。はい、そうするとこれ因数分解して。はい、マイナスルート3以上、ルート3以下ということになります。はい、これ丸3ダッシュしましょう。はい、ということで今これ丸2かつ丸3だったんで、丸2ダッシュかつ丸3ダッシュをやることになります。はい。そうするとこれ、マイナス1より小、または1より大、かつ。マイナス1より小、または1より大。かつ、マイナスルート3以上、ルート3以下。マイナスルート3とルート3、この辺だね。ルート3って約 1.732 ぐらいですか。なので、丸3ダッシュの範囲がこちらです。はい。はい。ということになってきまして、マイナスルート3以上、マイナス1未満、または1より多く、ルート3以下となっています。でも、丸2ダッシュかつ丸3ダッシュでそれで答えだけど、ほら、ここもう合わせちゃおうか。または丸1よりだね。だから、丸2ダッシュかつ丸3ダッシュ、または丸1。はい。ということで、答えとしては、マイナスルート3以上、マイナス1未満と、ここ。1っていうのが入って、ほら。1がここに入ってくるでしょ。つまりだ。これですね。ここ。x イコール1っていうのが、この仲間入りするわけですね。はい。というので、これが1。ほら、ここから1はさっき入ってなかったけど、1が仲間入りして1以上。ルート3以下になってくるという感じになりますね。はい。以上、これが等比数列のね、一般項の収束。1問目でした。では、もう1問チャレンジしましょう。はい、例の2番です。数列 1+x 分の x の n 乗が収束するような x の値の範囲を求めよう。またその時の極限値を求めようということですが、これ一般項なんだけど、1+x 分の x の n 乗ということは、1+x 分の x かける、1+x 分の x の n-1 乗。こんな風な形にすることができますよね。つまり、これが諸項。これが項比。AR の n-1 乗というのが、等比数列の一般項なので、これ諸項と項比が全く同じだってことになります。で、これ収束するようなって言ってるけど、収束条件ってなんだっけ？収束条件、これだったよね。で、今回、収束条件何になるかっていうと、同じものだから、例えばこちら R、これも R だからこれ R にしてしまいます。R が0または、マイナス1から1だけど、0ってこの中に入ってるでしょ？この中に吸収合併されちゃいますね。なので結果、これだけやってあげれば、どうせ同じことだもん。0ってここに入ってるんだからね。なのでこれだけやってあげればいい。つまり収束条件は、この1斜数 x 分の x がマイナス1より多く1以下だ。諸項と項比が同じ時にはこのように吸収してしまえということなんですね。はい、それじゃあ行ってみましょう。これが収束するような。はい、今言った通り、マイナス1より多く1以下。はい、これになりますというわけです。あとはもう数学3の世界というよりは、普通にこれの不等式を解くということになります。結構やり方、まあ3通りぐらい浮かぶんだけれども、結構めんどくさいんだよね、どれもね。でも一番オーソドックスな、まあ、ちゃんと真っ当な方法で解説したいと思います。はい、今の取り出しました。さあ、これなんですけど、全部の辺に 1+x かけてあげたいじゃない。でもこの 1+x の符号が正ならば、不等号の向き変わらないけど、これが負ならば向きが変わってしまうからめんどくさい。でもそのめんどくさいをやりますね。はい、参りましょう。1番目です。この 1+x が正。これ0になることはないから、もちろんイコールは入りません。つまり、はい、x がマイナス1より大きいとき。はい、これを解くとマイナス1より大きいということになりますよね。はい、そしたら全部の辺に 1+x をかけても向きは変わりません。こういうことになりますね。はい、そうすると、これ、不等式が連立されてます。つまり、この式、かつ、この式ですね。はい、ということになりますので、ちょっとこちら取り出しちゃいましょうか。はい、そうすると、マイナス1引く x、小なり x。で、こっちも取り出すと、はい、x、小なり、イコール、1+x。はい、ですね。これらは、かつです。これらがかつです。ですが、もうこれわかる通り、x 消えたら、これ0ですから、1が0以上というのは常に、この不等式は必ずどんな x に対しても成り立つので、この部分については全ての x になります。全ての実数 x ね。だから、なおかつこちらだけ解けばいいってことですね。はい、そうするとこちらは、マイナス1、マイナス1小なり 2x かな。なんで、x、ちょっと場所変えますと、x はマイナス2分の1より大きいとなります。はい、今、マイナス1より大きい中でマイナス2分の1より大きいですので、はい、マイナス1より大きいという前提のもと、マイナス2分の1より大きいので、はい、マイナス2分の1より大きいというのがちゃんと大丈夫ですね。これがとりあえず1個目の場合分けの結論です。はい、もう1個行きましょうか。はい、1+x が今度は負の時、向きが変わります。はい、これでいきましょう。1+x が負、つまり x がマイナス1より小さいとき参ります。これ不等号の向きが変わりますね。はい、こういうわけです。はい、不等号の向きが変わったんですけど、一つ気がつきませんか？さっきのこれの向きが逆ってことはさ、ここ取り出したら、x 大なりイコール 1+x。これ、絶対成り立たないよね。はい、すべての、x について成り立ちません。つまり、解なしです。なので、はい、なしということになります。x の値はありません。2番目から出てきませんでした。ということで、1番の場合が出てきたこれ、または2番のこれですから、12より。12より、こちら。1番の場合分けだけの x がマイナス2分の1より大きい。はい、これだけが答えになるということになりますね。で、ちょっとだけ紹介しようかな。まっとうな方法でやると言ったんだけど、まあ、めんどくさくはあったよね。なんで、ちょっとした裏技というか、こうやると少し楽だよというのがあります。こんな感じ。全部の辺に 1+x の次乗をかけちゃう。そうするとこれ正の数だから、かけても不等号の向き変わらないでしょ。だから、マイナス 1+x の次乗、小なり x かける。これ1個分なくなって 1+x。小なりイコール 1+x の次乗ということで、こちらとこちらの連立を解いていくというやり方です。これ以上ここはやらないので、よかったら自分でやってみてください。はい、ということです。で、一個だけまだやってないことがあったね。ちょっと問題見ます。これ。またその時の極限値を求めようという問題がついてたんですね。はい、極限値求めたいんですが、そもそも収束条件。まあ、ちょっと、コーヒーとショコが一緒のやつが書いてあるけれども、そもそも AR の n-1 乗の収束条件、マイナス1より大きく1以下だけれども、これ実際マイナス1から1の時、そのうち、マイナス1から1の時の極限値はと言ったら、r の n-1 乗が0になるから、極限値は、0だよね。ところが、R がイコール1の時は、ここ1の時は、これが1という形で収束してますから、A になるんだよね。R が1の時には、極限値は A という値になりそうです。ところが、今回 R イコール1の条件なかなかなかったんじゃない？ここのイコールがついてる方の条件って解なしだったよね。だから、ここのイコールのやつはないので、ここ、コーヒーイコール1の条件っていうのは消えます。なので、結局、こちらは消えて、マイナス1より大きくっていうことになるので、この範囲の、こちらですね。この範囲っていう方だけが生きてますので、その時極限値0ですね。なので、今回は極限値0となります。はい。別にこれを覚えなきゃいけないってことじゃなくて、その時に考えてあげればいいんですね。マイナス1から1の時はこいつ0だな。1の時には初項が極限値になるんだな。っていう風に、問題ごとに考えてみるようにしてください。はい。それではこのぐらいにしておきましょう。どうだったかな？理解ちゃんとできたかな？理解ができたら自分の力でも解けるようにアウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元がつながってますから、いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それではお疲れ様。